ボクシングファン注目の無敗対決、白一色の対戦記録に初の黒星をつけるのはどちらか。日本フェザー級タイトルマッチ、大の神熊対榎木宏之です。今日のジャッジは東京から森田健二さん、西武日本から桑田和正さん、関西から安田博義さん、レフェリーは浦谷信明さんです。解説は元世界チャンピオンの2人、ファイティング原田さんと浜田剛さんでお伝えしてまいります。日本フェザー級タイトルマッチ、今注目の第1ラウンドのゴング、チャンピオン、このゴングが聞こえませんでした。榎木がまず出ていきました。挑戦者、黒いトランクス榎木宏之、日本フェザー級1位、赤いトランクス、チャンピオンの大の神熊、5度目の防衛戦です。早くも壮絶な打ち合いになりました。さあ、ファイティング原田さん、はいはい、この2人無敗対決、非常に注目されています。そうですね、僕は1度目から随分、1回目から随分しちゃってますね、非常に、はい、浜田剛さん、はい、両者ともに足はそれほど使わないという印象があるんですが、ね、両者の今までは打ち合ってきた、あの打ち合ってきた選手、勝ちですからね、この試合も、まあ、両者打ち合いは望むところですから、ある意味では打たせないことを考えた選手の方に有利向くでしょうね。左を伸ばす榎木、大の神が手数を出していきます。浜田剛さん、本当に今カマンクラブの状態ですよ、手数ではこの大の神、チャンピオンが上回るのではないかと言われていましたが、まあ、そうとも言えないですよね、はい、左のショート、榎木が潜ろうとするところですね、はい、大の神はアッパーで起こしたいですね今、それで榎木もパンチを食ってますよ、はい、それで我慢してまだ打っていってますからね、両者今我慢してますね。なんかこう相打ちを狙っているようなところも見られるんですが、両者打たれることを覚悟でやってますよね、はい、その我慢比べというところですね。これが後半になって、さあどういう風な状態になるかですね、はい、大の神熊は過去一度、そして榎木はまだダウンはありません。ボディへ、ちょっと緩めた、緩めて効いた、効いた、効いた、どうだ、チャンピオン緩めた、緩めた、榎木が出る、榎木が出る、頭を下げながら榎木が出ていきます。この状態で3ラウンドですからね、はい、最終ラウンド、どうなんですかね、持ちますかね、これだけの打ち合い前半やってますからね。非常にあの榎木の攻めはいいですよ、下は。ここもしっかりディフェンスガードをします、はい、榎木。大の神がここをうまくかいくぐってパンチを放っていきたいところです。第3ラウンド、ボディ効いた、ボディが効いている、危ない、さあ出る、今の効いた、今のボディ効いた、ボディが効いています、今の効いた、ちょっと足が固ってきているか、チャンピオン、チャンピオン、足の動きが止まった、さあ榎木のボディ、右のボディ、右のボディ、ボディを狙っていく、榎木は顔が赤くなっている、これは力を止めて赤くなっている証拠だ。あの榎木も打たれていますけどね、我慢してますね、我慢比べと話していました挑戦者の榎木。で効いてるのはですね、第二陣効いてるんですね、はい、ボディ効いてますよ、効いてるから、だから相手が打っても足が落ち着かないですよね、第1ラウンド終盤からボディボディ積極的にボディを打っていきます挑戦者の榎木宏之、黒いトランクス。さあ大の神ちょっと立て直しました。第3ラウンド間もなく残り3秒、右いいパンチが右顎を入りました、顎に入りました、右効いている、効いている、効いている、持ち込みないないですね、まだまだ榎木の右、このパンチは一級品です。木内トレーナーが今まで見たボクサーの中で一番パンチがある、そう話していました。この榎木宏之のパンチ、右右ストレート、またボディ、左のボディです。チャンピオンちょっと下がっています、左左ボディ、ボディへ、今度は右引く、挑戦者右引く、チャンピオン大丈夫か、チャンピオン大丈夫か、挑戦者右引く、右引く、大きなパンチ、大きなパンチ、残り2秒、残り1秒、手元の時計が今ダウンになりました。第3ラウンド終了、チャンピオンが追い込まれました。第4ラウンドを迎えました日本フェザー級タイトルマッチの10回戦、赤いトランクスがチャンピオンの大の神ですが、挑戦者での左が右、ワンツースリーというコンビネーション、さあボディ強烈なボディ、揺らめいた、揺らめいた、チャンピオンが出る、挑戦者出る、挑戦者出る、意地で押し返したチャンピオン、右大の神に揺りましたね、榎木の右ボディ左フック、右のフックをさらにボディへ、ボディへ、チャンピオン大の神とも厳しい、きつい、立っているのをやっと、頭をつけながら挑戦者の榎木が出る、榎木も苦しいんですよ今、はい、大の神のパンチを受けながら我慢して我慢してっていう状態ですね今、だから榎木もちょっとでも休みたいと思ったらやられますからね、左フック右フック、チャンピオン引いた、チャンピオン引いた、チャンピオン引いている、榎木が行く、榎木が出る、榎木が出る、チャンピオンの手数が止まった、榎木ボディ、榎木苦しい、パンチを溜めて、キレのあるパンチ一発で出れば、はい、ダウン取れますね。さあ挑戦者の意地が勝るか、チャンピオンの勇気が勝るか、奥がチャンピオンの大の神クマ、そして手前が挑戦者榎木宏之、また右がチャンピオンの顎を捉えます、右右
ストレートが効果的に入っています。一発の右フック、ダブル疲れ流れでも一発の威力はまだ榎木持ってますね。はい、まあ、もともと一発の持ち味というのは浜田剛さん、榎木、はい、はありましたからね。手数はですね、はい、倍以上大日進が出てるんですね、出てますけど一発で大日進の顎が上がるところ、はい、ああいうのが採点に左右されますね。今第8ラウンド残すラウンド、このラウンド含めて3つです。残りが間もなく45秒というところです。後楽園ホール日本フェザー級タイトルマッチです。さあ打ち合いが続いています。第8ラウンド間もなく手元の時計残り30秒。大野心が少し前に出ました。右アッパー、さらに左を打つ、クロスを打つ、相手打ち合い、そうです、打ち合い、エノキがどうだ、右、エノキの右、エノキの左から右のボディ、またボディが出ました。エノキ我慢比べですね、これは。エノキもう一歩欲しいですね。はい、もう一歩、さあそのもう一歩というのが今この背中に日本という縫い取りがありますが、日本を超えて世界へつながる大きなパンチになっていきます。しかしまずはこの目の前にある日本、勝負ですよね、もうね、もう勝負で、使い捨てはいいから左右のフック、勝負したらいいですよ。コーナーに追い詰めたチャレンジャーの榎木宏行、さあベルトまであと一歩、ベルトまであと一歩、右、得意の右、パワーが入った、試合終了、新チャンピオン榎木宏行誕生です。新チャンピオン誕生、ここ後楽園ホールで今シャウツセイントレーナーに掲げられました。大きくガッツポーズ、新チャンピオン誕生です。苦しかった、苦しかった、しかしこの打ち合いを制しましたチャレンジャー、新チャンピオン日本フェザー級チャンピオン榎木宏行誕生です。ただいま。